はい、皆さん、こんにちは、リットです。さあ、今回はですね、毎週やらされます。こちら、最近、推しの子第2期の感想動画撮っていきたいと思います。というわけで、今回は、第2期3話、通算して14話ですね、こちらの正直すぎる感想、一切忖度ない感想を、いつもしゃましい言葉ありで話していきたいと思います。ちなみに、僕自身推しの子に関しては、原作で原作ファンという子をね、まあ、かぐや様も大好きですから、まあ、この原作さん、赤坂赤先生の大ファンでもありますが、そんな私のこの3話まで見た正直すぎる感想という子ですね。まあ、前回もですね、これまた強烈な、話をやってきたということで、まあ、1話2話とですね、やはり別格の、コンティの中でも面白さを、見せている推しの子、今回はため会かなんて話もあったんですけども、まあ、私原作ファンというより原作読ませていただいている視点も交えながらですね、このさ、ぶっちゃけどうだったのかというところで、まずネタバレなしの感想、結論から入っていきたいと思いますということで、これ推しの子第2期3話見させていただきまして、ネタバレなしの感想、結論としましては正直ですね、マジで面白すぎる、やーべえやーべえ、ため返すよため返す、これため返すか、位置づけ的に考えても、まあね、そのシナリオ的な部分考えてもため替えなんですけど、まあおもろい。まあやっぱね、本当におもろいって言うと、全話おもろいっていうのは、みんな結構あるあるなんですけど、ちょっと推しの子はもうとんでもないですね。やっぱまあ、その時事ネタとか、結構やっぱこのまあ原作者さんの実体験入っとるやろみたいな話がね、今回もはな、まあ、前回からまあね、前回から前々回からまあ1話からね、繰り広げられてるわけなんですけれども、やっぱこの攻めたネタ、で、これやっぱ赤坂赤先生っていう、そのかぐや様とかでもメディアミックスね、アニメ化、実写映画もバンバンやってきたね、この作者さんが描いてる推しの子だからこそより面白いっていう感じる面がもうめちゃくちゃありまして、すごかったっすね。ああ、もうこれでため替えですよっていう、もうなんか、半端なさを感じましたし、やっぱアニメで見た時のこの舞台編めっちゃおもろいっすわ。まあ、もともとね、一期の時もアニメで見た時も面白かったんですけど、なんか舞台編結構やっぱ声優さんの、まあ、一期の時もね、やっぱあかねちゃんとかの憑依のあのシーンとかもうやばかったじゃないですか。もうめちゃくちゃ痺れたわけなんですけど、二期はね、結構やっぱそのより感情が乗るシーンとか、まあ声優さんの演技力がフルに発揮されるシーンもね、まあ多いし、まあ他からもって舞台編なんでね、これからもっと見どころではあるんですけれども、まあおもろいね。あ、めちゃくちゃうまいし。やっぱ作画もクオリティもね、やっぱめちゃくちゃ高いですし、まあ一期よりも高いかなっていうのを感じてますし、まあオープニングエンディングまでどんどんハマってますよね。まあエンディングの入りも素晴らしいっていうこと言ってたんですけども、やっぱオープニングのファタールもね、かなりつるめ曲じゃないですか。まあ映像も元からめっちゃかっこいいんだけど、うん。ってのもありまして。で、今回やっぱ原作ファンとして僕が一番感じたのが、アニメオリジナル。めちゃくちゃ良かったっすね、これ。まあ、同時視聴も昨日やっててね、これアニオリじゃないかっていうこと言ってたんですけど、改めて確認したらアニオリだったんですけれども、ラストシーンですね、今回の。これ、うまいこと入れたなって、ああ、なるほどなっていうのもありましたし、まあ、時系列変えてきたりとか、またアニメオリジナルでね、冒頭から見せてくるシーンもありまして、まあ、やっぱかなりね、こう、アニメの推しの子として、面白くするぞっていう気概をものすごく感じますし、まあ、やっぱ今ね、この舞台編っていうのをやってて、その、いくらその原作者ね、すごいとはいえ、その舞台の脚光に関しては素人だよねって話も繰り広げられてるんですけども、その、やっぱ、まあ、言っちゃえばその、今のこのアニメであって、漫画からしたらそのアニメの30分の脚光としてはやっぱ素人なわけですよ。うん。で、まあ、その中で実際にその、原作者さんが脚光にガンガンに携わって、まあ、結構大体良くなるパターンばっかなんですけど、まあ、正直悪くなっちゃうパターンはあるんですよね。うん、おかしくなっちゃう時もあるんですよ。うん、っていうのもなんか感じながら、推しの子はね、まあ、その意味非常にうまくやってるなと思います。まあ、赤先生は僕のイメージはね、結構メディアミックスは任せるってイメージが強いですけれども、うん。まあ、作者さんによってはね、アニオリ界書き下ろしてきたりとかね、すごいですからね。うん、っていう感じなんですけど、はい。まあ、めちゃくちゃいいですね。はい。そのアニオリ部分も素晴らしかったですし、まあ、今回で言うと、まあ、絶戦みたいなところがね、まあ、あったんですよ。まあ、もうなんていうの話喧嘩みたいなね、感じの口喧嘩みたいな。ここがね、やっぱこの、会話のバトルがめちゃくちゃ面白かったなっていうのは思いましたし、まあ、すごかったっすね。私、こっからもっとおもろいんですよね。いや、僕その時系列とか、何よりかなとか思って原作ちょっとまた、ちょっと見返して5、6回見てたんですけど、もうおもろいね。もうやばいですよ。こっからは言うて本番なんで、舞台編なんで。うん、
その上でのまあ今回の何よりって、まあ、若干触れるとね、ルビーとかロシモメムチョとか、まあ、今回出番は正直少ないんですよ。舞台編 2.5 次元舞台編っていうことで、まあ茜ちゃんとかね、ジュソちゃんとか、まあ、アクアとかの出番がやっぱどうやっても多くなっちゃう回の中で、やっぱそのルビー見たいとかっていうこともちろんあるわけなんですよね。そこを番組需要にも応えてる描写もあったなっていうところでしたし、まあ、そこも良かったですけどね。はあ、いやでもやっぱ今回はねすごい、やっぱなんかこの舞台でエピソード刺さるんですよね。やっぱ一期のテイストがかなり変わるので、まあ、一期はね、まあ、なんかもうこうネタバレしてるのがあれですけど、一期のテイストは二期がやっぱこう、まあ、より舞台とかっていうところにフォーカスがされてくるので、まあ、その上での、まあ、脚本家とか原作者さんのメディアミックスみたいなところにすごい触れてくる、結構やっぱ禁忌とされる部分っていうか、やっぱすごい実際にいざこざもあったりとか、まあ、それこそね、まあ、セクシー田中さんみたいな悲しい事件もあって、我々の教訓を刻まないといけない、まあ多分全業界人がね思ってる中で、まあ、こういうエピソードやっぱアニメでやってきて、まあ、当時もすごいと思いますけど、今やったからより刺さる部分もあるし、まあ、前回もね赤先生予言者だなっていう話もしてたんですけれども、なんか頑張ろうとも思いましたよね。なんか頑張ろうってなんなかった今回の回、うん、っていう、なんかそういうちょっとなんか冒頭や視聴者も後押しされちゃうような話、漫画家さんすげえってなる回でもあったんですけど、なんかちょっとなんかこう、うん、こう背中を押された気がしてね、僕も頑張ろうと思いましたけど、またいや、そういう意味でも素晴らしい回でしたね。いや、面白すぎましたね。で、次回以降は正直もっと面白いぐらいなんで、これはもう楽しみすぎるなっていうところで、いや、半端なかったですね。面白すぎましたというところで。で、2期はね、やっぱ1期に比べると正直盛り上がってなくて、まあ、オープニングとかね、パタールとかも1000万再生超えてますし、人気ないかって言うともちろん人気あるんですけれども、やっぱ1期の時のね、人気強度はすごかった。のでまあそろそろ出てきてもっていうところなんですけど、まあ、2期になると基本的に人気落ち着いたりもするんですけども、まあ、今期はそうですね、やっぱバズってるとかって印象を受けないです。まあ、なんか手堅く人気っていう感じはしてて、どっちかっていうとやっぱ新作がねかなりこう癖の強いやつも多いですから、まあ、鹿の子とかね鹿の子はまたバズってますけども、はい、っていうところではありますけれどもね。うん。まあ、推しの子をやっぱもう半端じゃなく面白いで、まあ、絶対押さえておいてくださいというね、作品だし、もうここからもっともっとボルテージ上がってきますから、そういう面でもね、非常に楽しみだなと思ってます。はい。というのも、他にちょっと後半ネタバーありで、アニオリ部分とかにもね、詳しく触れながら話していきたいと思いますね。十分ご注意ください。またちょっと原作、ね、ネタバーありでそのアニオリ部分とか聞こえたくない人、ちょっと原作もね、ぜひ、5巻とか6巻の、うん、今回5巻の部分かな、うん、になりますんで、まあ、改めてね、この原作の凄さも感じられると思うんですけど、アニメすごいんですよ、これ。アニよりマジ天才的だなっていうところもあったんで、そこをちょっと詳しくね話していきたいです。ネタバレにご注意くださいというところで、ネタバレの感想としてはですね、まあ、やっぱアニより部分先に触れていくんですけれども、アビコ先生のね、まあ、最後今日見てたシーンがあって、あれアニよりなんですけど、すごかったね。まあ、やっぱその、まあ、結構原作で見ると、やっぱ、京アマ、やっぱその、まあ、やっぱその、よりこ先生ですね、吉祥寺先生、まあ、京アマ作さんへのリスペクト、まあ、その上でなんかすごいね、言い合い、お互いの漫画へのリスペクトもありながら、お互いの姿勢に対してめっちゃ文句言い合うみたいな、とかやっぱ、アビコ先生売れてるからこそ言えるみたいな、結構きついですね、5000万部言ってから言えよ、みたいなね、なんて言われて何も言えませんよっていう中でも、でも負けないんですよね。なんか、そこでやっぱそれぞれのプライドとか、自分がやっぱ一番面白い漫画作ってるんだっていう、なんかその自負みたいなのが、ものすごく今回面白い回だったんですけれども、その上でやっぱすごい漫画家の過酷さとか、赤先生の本音絶対入っとるやろみたいな週刊連載ね、もう常人じゃねえよみたいな話とか、原作ね、売れたらもう永遠に終わらせてくんないよねみたいな話とかも、まあ、もう非常にやっぱ面白かったわけなんですけれども、うん、それでやっぱ、アビコ先生が最後、京間見るっていう描写があって、あれが原作になかったんですけれども、やっぱすごいやっぱその、ね、まあ、アビコ先生も本当に京間好きなんで、やっぱそのドラマ、ね、実写で、ね、正直、なんかすごい悲しかったということを言うわけなんですけれども、その実際見てみるんですよね、うん、私はそのメディアでやってよかったと思ってるということを言うんですけれども、で最後のシーンがやっぱり、まあ、まあ一気見ていただいた方わかると思うんですけど、やっぱ、ね、良くなったわけですよ、うん、まあ、みんなの頑張りがあってね、まあ、ジュズちゃんとかアクアとかアクアの竹付けもあってね、まあ、ジュズちゃんの素晴らしい演技もあって素晴らしくなったんですけど、そこなんかあれは細かいところ見るとね、1話ちょっと半分ぐらい見てて、あとちょっとぐらいしか見てないんですよね。どんどんちょっとしか見て、最終は見てないんですよね。最終話はアビコ先生が見るみたいなところで、あ、良かったみたいな感じで、ね、あ、やっぱでもいいところもあったなみたいなところで、まあ回が足されてたんですけども、めちゃくちゃいいアニメでしたね。あとアビコ先生超人すぎるわ、やばくない、こうあドラマ見たらそれにさ舞台今度見に行くぜみたいな、もう超人すぎるかみたいな2時間睡眠だから寝てくださいみたいなね、感じでもあったんですけど、やっぱその本当なんかね、デート中もネームノート考えてみたいなね、そのヨリコ先生言ってましたけれども、なんかそういうレベルじゃないと、だからもうずっと考えてるんでしょうね
とかその東京ブレイドだからその読者向けを気にしてみたいなそういう話もさあったりとかでめちゃくちゃ面白かったですね。売れっ子だからってさそのやっぱなんかそのね何回か面白くなくなったみたいなことをより子先生が言うんですけど、あそこの言い合いとかそのやっぱアビコ先生のやっぱそのやっぱコミュニケーションとかあんま得意じゃないとか足を全部かいこちゃうやばいこと言ってましたね。その上でやっぱあれ同じ漫画家だからそのアビコ先生のある種師匠的なね元々のアシスタントアビコ先生がやってたその存在でより子先生しか言えないんですよね。やっぱそれ赤の思惑通りでもあってあの二人の言い合いってめちゃくちゃ面白かった。その上で二人で完成させていくしっかり原稿を間に合わせるみたいなのが間に合ってないと思うけどその、まあ、ギリギリその、ね、その期限っていうかその実際にその乗るのには間に合わせるその商業漫画家のプライドみたいなおもろすぎるわやべえわ。てかあの陰形妖怪のくだりみたいなね秘書先生とかそれすごいよね。キャスト呼んでとかみたいなあれはすごいですよって感じですけど、いやーおもろかったし、まあそういうのは赤先生の本音を見え隠れするし、それやっぱさその漫画家のなんかその矜持みたいなものすごい感じた回でもあったし、あ頑張るってかっけえなみたいなところもやっぱ思いましたよね。頑張ろうと思う回でもあったなーっていうところでね、うーん素晴らしかったですね。ほんとなんかプロ根性を見たっていうのもありましたし、うーんめちゃくちゃ面白かったです。このなんかやっぱ言い合い本音のぶつかり合いみたいなのが素晴らしかったなと思ったし、今回そもそもねアクアがね、まあ、茜ちゃんがまあそのアクアをね舞台に連れてくみたいな、まあ、あれはちょっとアニオリあったんですけど、スマッシュヘブンっていう舞台でねなんかそのテニプリみたいな感じで卓球のやつでやってましたけども、舞台がすごい360度回るんだとかね、すごいいろんな仕組みとかを見たりとかっていう中で、ね、やっぱ改めてその舞台の脚本とその漫画とかその原作のそのとか全然形が違うと、やっぱ脚本に舞台に関しては素人だよねと、そんなアビコ先生そんな知らない全然テレビやってくるよね、そんなめちゃくちゃなるぞっていうことアクアが言う中で、まあそのチケット今回ね、まあ、よい子ですね、渡してくれって言って、まあ、話がね、まあ、やっぱその当初はね、そのなんとかね、その脚本が戻してくんないかみたいな話をさせようとしてもらうんですけど、やっぱそこはよい子先生もね、漫画さんですから、その漫画さんサイドに立ってね、あの話をしていくみたいなところもあって、うん、でそこでマークあの、まあ、企みが最後ね、その的中、じゃあその、まあ、最後はうまくいくのかっていうところで終わったわけなんですけれども、うん、いやでも、おもろかったですね、おもろかったし、すごかったなと思ったし、うん。まあ、そのアクアとかね、アカネちゃんとかもアカネちゃんもやっぱ可愛かったわけなんですけれども、あのアクアがね、しっかり舞台にこう関心をするみたいなところで、うん、でもあの仕組みとかね、まあその舞台もね、ちょっと正直あそこ止めばっかりだったんですけど、まああそこはまあ別に原作はね、そもそもないというか、あんなに映像ないので、うん、マニュアルで足してくれたのかなというのを思いながら、はい。非常に良かったですね。ライダーさんとかも会ってみたいなところでしたけれど、うん。あのシーンもそもそもお前良かったんですけれども、まあ、そっからのやっぱこの、ゆり子先生とみんなの話し合いで、メルト君だけめっちゃ冷たいみたいな。まあ、そりゃそうやろみたいな感じですけど、めっちゃ笑、あそこも面白いんですけど、そっからやっぱ、まあ、今回動画でも、アビコ先生とね、まあ、そのゆり子先生の、まあ、あの、絶戦、この、ぶつかり合いっていうのがやっぱこう、めちゃくちゃ面白かったし、それでやっぱお互いタッグ組んでね、最後完成させるっていうところがやっぱものすごい面白いし、痺れたし、なんかグッとくる回だったなーっていうところね思いましたし、なんかアビコ先生もあんな極限の状態になりながらさ、舞台に結婚できるわけねえやろっていうのは、まあみんな多分見た思った本音だと思うんだけど、本当に倒れちゃうし、そのうつ病リタイアコースみたいな話もありましたけれども、やっぱ原作者もね結構やっぱジャンプとか特に本当救済とかもそうだし、まあヤンジャンとかもね、まあ、正直やっぱすごい救済とかも多いんですよ。今最近はね結構やっぱ救済週刊連載増えてきてます本当に、うん、マガジンもあんまないかなと思いますけど、サンデーとかヤンジャンとかすごい多いし、まあ、ジャンプもね、まあ、やっぱその大御所たちは、まあ、結構救済、まあ、取れるのか、まあ、いたしかたが取ってるのかあれですけれども、結構増えてきてるような状況で、まあ、やっぱその週刊連載はなくそうだってね、やっぱその、まあ、いかにその街の人とライブで話してたんですけれども、毎週ね、その月曜日とか、まあ、水曜日とかやることによるその週刊に溶け込むみたいなところのやっぱ要素は大きいので、まあ、YouTuber って言ったら毎週月曜日だから 毎日7時に投稿とかいう方たくさんいらっしゃると思うんですけど、そういう、なんかそういうのがある限り週刊連載も絶対なくならないと思うんですけれどもね、えやっぱこうその中でこうなんとかねいいものを、そしてもう面白くなきゃいけないよ、そもそも面白い上でさしっかり仕上げなきゃいけないとかさ、まあ今回やったらアビコ先生の尋常じゃないこだわり、うん、どういうの見えてきて、まああんだけいいことだけあるなとかさ、それ売れるよなみたいな見せ方とか、ミユリコ先生も辛いですよね、あっという間にその追い抜かれちゃったみたいなこの見せ方のうまさとかめちゃくちゃ面白かったし、やっぱどの話も超刺さりましたねいやー推しの子もね、これタメ会かーって、タメ会ですよね、今回その脚本家を下ろされちゃって、今回もうアビコ先生の掘り下げとか、アビコ先生何とか説得しようっていう回なわけじゃないですか、で結局別に説得したわけじゃないんですよ今回の回って、別にね、もうあのあくまでアビコ先生が舞台に見に行く
決まっただけの回なんですけれども、それでこの面白さっていうのが化け物ですよね。バグじゃないですか、そう考えたら。で、まあ、さっきね、ちょっとネタバレなしで配慮したんですけど、一期ってやっぱ、まあ、アッキーの復讐みたいなところはすごいメインに、まあ、置かれてくるとこね、結構アイドル活動っていうのがね、メインになってくるわけなんですけども、それでやっぱ二期はやっぱこう舞台っていうことで、結構復讐要素薄いじゃない、なんか出てないじゃないですか、今のところね。まあ、アッキーってあくまでその、いろいろ成り上がっていく中で、あの、いろんな人と関わろうと、愛のその死の真相に犯人をね、殺すぞっていうところでやっぱ話が進んでってるわけなんですけども、今って結局その舞台にやっぱとりあえず今本腰を入れてって、そこをメインに描いてるんで、その要素は薄いんですけども、そのテイストが違う面白さとか、まあ、時事ネタとか原作者の本音とかいろいろ入りまくったこの話だから、入りまくってか分かんないですが、入ってるだろう話だからこそより面白いっていうところがすごいし、やっぱこのメディアミックスしてる漫画家さんが描く漫画ってなかなかないじゃないですか、普通に考えて。その漫画の中で描くことあるかもしれないけど、違う作品で、こんだけ人気の作品で描くってなかなかないので、そういう意味でもやっぱ改めて面白いですよね。まあ、しかも、赤坂赤先生がそういうレベルの人になってくると、多分めちゃくちゃいろんなとこから話も聞いてると思うんですよね。そういう意味でもなんか、どこまでが本当なのかみたいな話もあるんですけど、めちゃくちゃ面白いなと思いながら、そういう意味でもね、見てました。いやー、すげえですね。半端ないですね。リライティングですか。いやめちゃくちゃ面白かったなと、思いましたし、まあここからもね、もっともっとやっぱ面白くなってくる推しの子の本領みたいなところがやっぱ発揮されてくるので、そういう意味でもね、まあ、引き続き、楽しみでございます。はい、まあ声優さんとかね、本領みたいなところもね、まあ、かなりこれ舞台編って難しいですから、その演技みたいなところに感じたら、ここはねすごい期待して、まあ、やっぱ実力は揃ってますから、まあ、人気声優さんもね、ちょっとそこもね非常に期待していきたいなと思ってます。作画面に関してはその舞台の時にやっぱ期待ね、できるかなと思ってます、ね、そこね、見ていきたいと思いますが、今回は本当アニオリうまかったですね。まあ、序盤のあのルビーのところもね、フリルちゃんとか出てくるところもあれもアニオリだと思うんですけど、ミヤエモンとかあのくらい多分ほぼ全部アニオリだと思う。ちょっと時系列変えて持ってきてるところもあるかもしれないですけど、大体アニオリかなと思ってて、 あそこもね非常に良かったですけれども、まあやっぱルビーどうしても出番少ない中でね、まあ、しっかり出してくるっていうところで、まあ制作陣のね、やっぱなんか配慮というかまあアニメね、少しでも面白くとかいろんな人を、まあ、ルビー派とかの人にも楽しんでもらえるような、見せ方になってたなっていうところで、そこもね、素晴らしかったなと、思いましたし、まあ、により含めながらですよね、見事にこうなんか毎回こうビタッとこう締めるの合わせてくる、そのね、やっぱ今回はやっぱそのアビゴスで最後は今日は見てるっていうアニオリが一番すごかったです。あそこめちゃくちゃ良かったなと、思って見てました。だし改めてそのなんかより子先生とアビゴ先生みたいなこのなんか言い合いみたいなアニメ見た時の面白さは半端なかったなというところで、やっぱ今季推しの子マジですということで、今回ね、推しの子第3話を見た正直する感想以上となります。楽しくありがとうございました。皆さんね、感想ともいろいろコメントお待ちしてますし、またね、感想とか毎週やっていこうかなと思うんですけど、どうしてもね、ちょっとね、水曜の夜、さすがにしんどいなっていうことになってきまして、ちょっと来週からやんないか。まあ、やるとしたら推しの子をやるかもしれないですけど、推しの子やるとやっぱ鹿の子、ロシデルと見るかみたいになっちゃうので、やらない方向でいこうかなと思ってます。まあ、感想動画はちょっとなるべく毎週上げる予定ではいますので、まあ、それはまたお楽しみにお待ちいただきます。最初までね、それ以外も、コンテンツの感想動画、ランキング動画いろいろね、出していきます。ぜひ、お気に入り、チャンネル登録、こういうこともしてください。嬉しいです。ということで、以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。